みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はアルバトリオンを無属性武器で属性ダウンを取る方法、こちらを紹介していきます。こちらの表は属性ダウンに関する海外の方の情報を見やすくしたものです。カテゴリーとしてソロ、ペア、マルチ、属性ダウンの回数、武器種ごとの補正、例えば双剣ソロの場合、1回目の属性ダウンに必要なダメージは638となります。ソロではありますが、表に従いいくつかの武器種で確認しましたが、ほぼ同じ数値に収まるので信憑性は高いと思います。では肝心の無属性武器でどうやって属性ダウンを取るのか、こちらをご覧ください。この表は各スリンガー弾の強化打ちのダメージ表です。この中のスリンガー滅竜弾に注目してください。滅竜弾はアルバトリオンに一定のダメージを与えるごとに発生します。滅竜弾の強化打ちは着撃した後3回の爆発が発生します。着撃時には10、爆発の際には各80の属性値が存在します。これらは肉質や属性強化の補正の影響を受けます。マルチの双剣を例に説明をしていきます。属性ダウンに必要な属性ダメージは約2410です。ここから計算をしていきます。アルバトリオンの竜属性の肉質は頭が13、前足が20、胴が7です。全部を弱点に打つのは不可能なので、肉質を15として考えます。これらを考慮した場合に滅竜弾の必要な数はこちらです。約65個が必要になります。滅竜弾はスキルなしで総点数は7個なので、マルチの場合7個 ×4 人 ×2 回回収で合計が56なので届きません。そこで必要になるのが各種属性強化系です。属性強化は 1.2 倍プラス100、対流の装備は 1.2 倍です。これを滅竜弾に当てはめるとこのようになります。合計は364となります。すると滅竜弾の必要個数は約44個となり、マルチの回収可能な56個に収まります。さらにスリンガー総点数アップレベル2以上で総点数が1増えます。それでは本当にできるのか、実践をご覧ください。場面は硫化性状態になった直後からです。装備は全員ヘベレケビアです。属性ダウン発生までしばらくご覧ください。このように属性ダウンを取ることが可能です。各武器で属性ダメージが少し足りないという場合には、強化打ちを入れることにより属性ダウンを取れる可能性が上がります。ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。